はい、懲役太郎です。またですね、またと言っちゃいけませんけど、また殺人事件ですね、福岡で。しかもどうやら半グレと出ているんですが、私のところの情報によりますと、双方とも元暴力団ヤクザだったのではないかということなんですね。かいつまんで説明しますと、3日の未明、福岡市東区の路上で男性が血を流しているということで、死亡が確認された。複数の刺し傷があったということで、近所の人の証言では揉め事が起き、人が刺されたっていうふうな通報、40代ぐらいのというふうにまず第一報があって、そして他のニュースでも、ここではもういわゆる半グレ集団の一員と見られる男ら4人を逮捕ともなっているんですね。もう名前も出ています。その後、被害者の方もの名前も出ていて、半グレ集団の揉め事だということになっていて、職業不詳の、43歳の方が自称会社員の43歳の男ら4人に暴行を受け刺されたという風で、他に36歳、42歳、40代、40歳の、3名、計4名が逮捕されているということで、そういった報道があったんです。で、私これ調べていきますと、どうやら、これ私確認取っていないので、まだこの事件のことなんで、確認を取っていないので、あれなんですが、亡くなられた方は、私、友人の、湯山さんの組織ではないのかと言われていますね。副発会の方、元ですね、現役ではないです。で、なんと、この、加害側ですね、の、同じ年齢の、この、自称会社員というふうに報道されている方が、同人会の小林組にいた人だというふうな情報なんです。亡くなられた方のこともね、ここなんですよ。町田の事件でも、どうやら亡くなられた方のことがね、掘り葉掘り、こう、調べられたり、どうこうって、新宿であった件も、もっと暴力団とっていうふうだったんですけど、この暴力団ではなかったということで、ヤクザ同士のっていう。やった新宿のヤクザマンション、ライオンズマンションで亡くなられた方はもう辞めてられる方だ。でもこれ、1回目の報道だともうヤクザ同士の抗争、ヤクザ同士の事件っていう風になってる。これは違うんですね。なのでちょっと被害に遭われた方のことは、ちょっとね、まだ私も確定的なことじゃないので、やった側の方って言っちゃいけないんだよね。これやった側の犯人は同人会。で、どうやら顔見知り。もともと友人同士の中で、ね、トラブルがあってっていうことなんですけど、4人逮捕って言ってますが、主にこの43歳の自称会社員というこの元同人会の組員の男が主にやっていて、それ以外の3人の人は、一緒にいただけとかっていうことではないのかって言われてます。なのでこの逮捕されて20日の起訴段階でどうなるか分かりませんけど、この報道を見るとなんか4人でなんかこうやったような風に錯覚をしますが、どうやら主犯というか主にやっているのはこの43歳の男性ということで、本当に各地でこういった元暴力団、元ヤクザというような方たちの事件が多いです。で、実際ここに行くと、やった側っていうのは全部ヤクザではないので、これを一緒くたに暴力団ヤクザの犯罪っていう風にしちゃうと、これは全く違うことになっているんで、それは一緒だろうと、ヤクザも元ヤクザも一緒だろうって言うけど、それを言っちゃうと、もう明確な波紋状絶縁状っていうことを回して、当組員ではないという形で、何らかのことがあって、私も含めてですよ、私も含めて辞めている人間なわけですよ。下手打って辞めてる、普通に円満的に辞めてるってことはないわけですから、何ら問題があって辞めているわけです。はい、その人間たちが起こしたという事件だっていうふうに取らないと。なので、これがそのなんていうんですか、結局辞めてもこういうことに、殺人事件までなるっていうことになってしまう。じゃあ本人の資質なんだけど、じゃあ辞めればいい、離脱すればいい、解散すればいいという結果、元暴力団の犯罪がここに来た、もう殺人事件でも3件起こっている、まだちょっと不明確な事件もあれば、この1ヶ月余りだけでもあるっていうことは、現実として受け止めなければいけないことなんでしょうね。だからこれ言ってるのは、だからその人たちを保護して何かしろっていうわけじゃないんだけど、今現状でも無理くり辞めさせて、無理くり弾き出して、その人たちが行き先もなく収入もないなら、結局これも揉めた原因っていうのは、ただこの
ね、いい大人が気に入らねえどうのこうのじゃないわけですよ。何らかのお金の問題だったりっていうこともあったりしたり、生活苦の問題もあったり、自分の生活がですね安定していれば、この殺人までの強行的なことに行くかってなかなか行かないと思うんですよ。まあ今までこう見てても、まあ、金持ち喧嘩せずじゃないですけど、毎月今のご飯が食べれてればそんなところに行かないんで、破れかぶれになっちゃってるっていうことですよね。でも一般の方たちでもこの今の厳しい世界、厳しい社会で生活していくっていうのは大変なので、まあ前科があって元ヤクザの人たちが楽に食べれていけれるわけがない。だからこれ暴力団云々というよりも、もうこの今の日本の社会構造的なもので、どうやってこのドロップした人間が生活できるのか、一回間違っちゃったっていう人間がどうやって、でもそんなの仕方ないじゃんって言ってる、じゃあこの半グレ同士、元ヤクザ同士が殺し合うのは勝手じゃねえかっていう風にのもまたちょっと違うんですよね。まあセカンドチャンスじゃないですけど、私自身も今でも現状をもがいています。どういう風にしていったらこれ安定した生活なり何なりができるのか、私がこうきちんとできなきゃ他に示すこともできないし、じゃあまあ簡単にね、この配信活動してればいい、やって飯食えばいいじゃんなんて言えるわけじゃないんですよ。けど仕組みとしてこういうことやってこういう風にしてって、まあ私もここで納税できてって言ったら当たり前じゃねえかって言われて、そんなもん当たり前偉そうに言ってんじゃねえって言われることがありましたけど、この人生の中でそういったことをやれたということは一つね、大きな喜びであったわけですから、そんなこと偉そうに言うんじゃないって言われた時にちょっと本当にショックだった覚えがあります。ああそうなんだっていうことは、そこのレベルなんですよ我々なんて。ね、ちゃんとして申告してそれなりのね税金払ったっていうことで、あ私もやっとこの一人前にって、ちょっとね確かにね偉そうに言っちゃった感じはあるのかもしれませんけど、そんな当たり前のことを偉そうに言うなって言われて、その当たり前のこともできない人間たちがやれたところに、その評価をしてくれって言ってるわけじゃないですよ。そこで認めてもらえることもなければ、そこに行こうともしないんですよ。だから私もこうなったらそんなこと言っちゃいけないよと言うと、こうやって言われるからねっていうことなんですよ。まあ本当にこのそういうことは誰でも傷つくし、誰でもやっぱり嫌な思いをするっていうのはあるわけですよ。私でもです。私はそれに対して、そういうことに対処方法っていうのを持ってますからいいんですけど、そうじゃない人たちが今からやり直そうとするのに本当に茨の道なんだな。でもこんなことに対してね、正しい道もなければこうすればいいっていうものもないので、本当にうまくいった人たちは喋りません。はい、元ヤクザで元こういう風に刑務所出てきてって言ってちゃんとやってる方たちはいっぱいいるんですよ実は。だけどそれは成功したがため、うまくいってるため、幸せな状態があるがため言えないです。言ってしまったらそこが言われるからです。そういうものもあるので、なかなか成功例って表に出てない。まあ私がそういったことをねお示しできたらなという風に思って活動していますが、また痛ましい事件が福岡で起きてしまったというご報告です。以上です。